それでは本日最後の案件に入ります。新たな広域連携の促進に要する経費でございます。まず担当部局から資料に沿って説明をお願いいたします。自治行政局市町村課長の小川でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。レビューシートのに書かれておりますように新たな広域連携の促進に関する要する経費ということでございます。ここで言います広域連携は主に連携中枢都市圏、後ほどご説明いたしますが、これをはじめとします広域連携政策の促進を目的といたしまして、地方自治体に調査委託事業を実施していただきまして、その先行事例からエッセンスを抽出して国の政策を確立していくと、こうしたことを目的として行っているものでございます。レビューシート1ページ中ほど見ていただきますと、26年度から始まっておりまして、今年度28年度で言いますと約総1億3000万円が予算として付けられているということでございます。目標といたしましては、先ほど申し上げました趣旨に沿いまして、広域連携の先行事例となることを目標とするということで、この調査の結果、新たな取り組みが確認された件数、案件数を正式化指標として捉えておりまして、26年度ですと11、27年度ですと28と、こうしたものが指標として現れているところでございます。1ページをめくりいただきまして、政策評価の世界の中では目標年度32年度を設定しまして、権益数が30設定されるということを目標としているというのが現在の長いスパンでの目標でございます。で、補足資料、説明資料、こうした束をお配りしております。こちらの方で補足して説明をさせていただきたいと思います。5ページをご覧いただければと存じます。ここに連携中枢都市圏のごく簡単な説明をしております。一つは人口減少社会が到来したということ、それから平成の大合併と言われた市町村合併が収束をしたということ、これを踏まえて我が国の地域の在り方、国土の在り方として、コンパクト化とネットワーク化によりまして一定の権益人口を維持して活力ある社会経済の拠点を形成していこうと、こうしたことが国全体を挙げての方針となっているものでございます。で、右に日本地図が入っておりますが、ここにプロットしておりますのは候補となる県域でございます。61県域が候補となるということでございまして、これまでこのうち15県域ですでに拠点が形成されているという実績でございます。で、5ページで左下でございますが、そのための実現手段でございますが3側面ございまして、一つは法制面で申しますと連携協約制度、これを平成26年度に作りました。それから財政面では地方交付税を中心とする地方財政措置を27年度から講じておるところでございます。で、3つ目といたしまして、いわば促進剤といいますかキックスターターといたしまして、まさにこの事業、調査委託事業を行って各自治体の背中を押していると、こうした3つの施策によりまして、この連携中枢都市圏を進めていこうと、こういう施策の体系になっているものでございます。で、これまで先生方、あるいはその広くこの連携中枢都市圏に関わっている方々から示されております、ご指摘といいますか、ご疑問について、先回りしてご説明をさせていただきたいと思います。一つは、この連携中枢都市圏の趣旨、実績は分かるけれども、それがこの今回、テーマとなっております、調査委託事業とどういう関係になっているのか、そこがよく見えないという点、2つ目としまして、この調査委託事業では何が成果物として出てきていて、それが現状をどのように動かしたかと、こういったあたりを説明すべきではないかという点、それから3つ目といたしまして、アウトカムが委託団体の取り組みが先行事例となることというふうにされておりますけれども、より直接に、例えば連携協約の締結数といった数字を設けるべきではないかといった点。それから先ほど申し上げました促進のための地方財政措置、これをこの調査委託事業の実施とリンクを付けてはどうかと、こういった点、それから活力化ある権益の実現という場合には総務省事業のみならず各省庁、各府省が行っている事業と大きに関係するわけですけれども、これとどのように連携をしているか、あるいは全国への波及をどのように進めているかと、こういった主に5点がご指摘がよくあるところであろうと思います。その点について先回りをしてご説明をさせていただきたいと思います。ページで申しますと17ページまで飛んでいただければと思います。若干数字の整理でございますが、今回の委託事業は連携中枢都市
を中心としますが、それ以外のエリアも対象としております。連携中枢都市、それから三大都市圏、それから都道府県補完、これは主に条件不利地域を対象としておりまして、それらを合わせた数字で、26年度ですと11、27年度ですと28ということになっておるものでございます。で、数字が若干錯綜しておりますが、25ページに飛んでいただきたいと思います。で、これらのうち、連携中枢都市圏につきましては、26年度に行った9団体がございます。左側の黄色い網掛けをしてあるところ、姫路から始まり熊本までの9団体でございますが、ここが自宅をしたというものでございます。このうち年度内に拠点形成に至ったものが4県域、それから年度をまたがりましたけれども、27年度に県域形成に至ったものが2団体ということでございます。また、5団体でございます。で、新たに27年度に、調査委託をしましたのが12団体ございまして、そのうち4団体が年度内に拠点形成に至っているというものでございます。で、これらを合わせますと、4プラス9の13団体が拠点形成に至っている。で、プラスでございますが、一番下でございますが、この調査委託事業を経ずして、自発的に拠点形成をしたところが2団体ございます。これらを合わせますと、4たす9たす2で15と。よく私どもが連携中枢拠点都市について15という数字を言っておりますのは、この数字を指しているということでございます。すいません、もう一度お戻りいただきまして、18ページをご覧ください。しからば、この調査委託事業ではどのような成果が出て、それが現状をどのように動かしたのかということ、これを取りまとめたのがこの18ページの模式図でございます。左上から始まります。この広域連携の施策を進めるにあたって、ほぐしておかなければならない課題が、私ども把握するところ3つあったということでございます。市町村間の協議を進める必要がある、それから行政関係者のみならず、関係者、多数の関係者を参画を得る必要があると、それから具体的な連携のニーズですとか、取り組みのイメージを共有する必要があると、ここらがまだできていないだろうということで、スタートしたものでございます。で、そのために、この紺色のところに黄色い字で書き込んでおりますが、この委託事業を実施したものでございます。その結果、報告書をまとめられまして、その中ではエッセンスで申しますと、ここに書いてある1、2、3、一つはエビデンスあるいはデータに基づいて関係地方と団体間で協議することによって、地域の抱える課題でありますとか、今後の連携の必要性について認識を共有することができた。それは個々の職員あるいは首長さんのみならず、地域として共有することができたということ。2点目でございますが、行政のみならず産学金管とよく言いますけれども、事業者、金融機関、大学、医療関係等々、民間サイドも参画して県域の戦略を構想することができたということ。それから3点目といたしまして、具体的などういった連携政策が考えられるんだろうか、フィジビリティがあるんだろうかと、こういったことが抽出できたというのが3点目の成果でございます。そのそれぞれにつきましては、実は報告書がかなりあるわけですけれども、一部あたりが200ページとかですね、少なくとも50ページとか、こんな感じになっております。ちょっと今お手元にはお配りしておりませんけれども、それらをざっくりとまとめたのが19ページ以降のあらましというペーパーになってございます。ちょっと省略させていただきたいと思います。18ページにお戻りいただきまして、そうしたものを踏まえまして、私ども国としてどういう成果、政策を講じたかというところでございます。一番上のから下に向かって二股の矢印、婚姻の矢印を引いております。二側面あったであろうというふうに思います。一つは個別団体の取り組みを支援する、後押しするということでございます。これは先ほど申しましたように、この調査委託事業を行うことによりまして、13県域における拠点形成につながったというものでございます。で、もう一つは国としてはさらに重要な点でございますが、そこからエッセンスを抽出いたしまして、全国的な政策へのフィードバックを行ったということでございます。さらに中を不分けして申し上げますと、一つとして連携中枢都市圏に係る制度要項、いわゆるマニュアルですね、通知文書やあるいは地方財政措置を設計する際の材料になったという点が一つ。
それから取り組みの成果を一つのモデルとして全国に波及させる材料としたということが一つ。3点目で、関連する国の各府省の施策、これをリストアップをして、支援策を取りまとめた、あるいは関係府省の連絡会議を形成したと、こういう点に結びついたと、これが今回のこの調査委託事業の源流から成果に至る流れであろうというふうに整理をしているものでございます。で、このうち地方財政措置について少しお話をさせていただきたいと思います。26ページに飛んでいただけるでしょうか。この調査委託事業の成果として、全国的な政策へのフィードバック、中でも地方財政措置に反映をしたということをお話をいたしました。具体的には、これらの取り組みの中で、広域連携を行うことによって、地方団体で増加する、増数する行政経費、これを把握をいたしまして、これらを普通交付税の形で地方団体に措置すると、これが中心をなす地方財政措置でございます。で、これを27年度から実施をしているところでございます。この地方財政措置のポイントといたしましては、調査委託事業実施の有無にかかわらず、行政経費の増高は生じるという点でございまして、そのために事業実施と、この調査事業の実施と地方財政措置は、あえてリンクをさせずに、権益を形成したところにつきましては、それによって増高する行政経費を地方交付税で見ると、こういうような仕組みにしたということでございます。冒頭に申し上げました一つの疑念として、調査委託事業と地財措置をリンクさせた方がいいのではないかと、こういう点については私ども考えは今申し上げたような考えで対処したところでございます。それから全国各府省の制度でございます。すいません、27ページをご覧ください。まず先に全国への波及について申し上げます。先ほど13団体プラス2団体が権益形成に至った、そのうち15のうち2団体については、調査委託事業を経ずして行った権益形成に至ったと、こういうご説明をいたしました。言ってみれば、この調査委託事業の成果のスピルオーバーがすでに生じているというふうに考えております。調査委託事業を行うことなく、しかし、その広域連携に対する関心が非常に高いという地域が増えているわけでございまして、こうしたところに対しては、私どもとして説明会を実施することによって、これを後押しをしようということでございます。で、昨年2段階に分けて行いまして、まず東京で関心のある団体にお集まりをいただきまして、説明会を開催をいたしました、8月18日でございます。で、その後、夏から秋にかけまして、全国行脚をいたしまして、ブロックごとに計10道府県におきまして、説明会を実施しているものでございます。で、こうした中で一つは機運の醸成後押しが図られたということがあろうと思いますし、もう一つでございますけれども、関係府省の施策で支援が欲しいという声も多く把握したところでございます。28ページでございますが、そうした点を踏まえまして、一人総務省が相撲を取っていっても、この広域連携進みませんので、関係する府省の事業の中で、これの後押しになるものをリストアップをするということをいたしました。で、まずそのための体制として、連絡調整会議、ここに掲げております、約10の府省による連絡会議を設置をいたしました。で、その上で、次ページ、29ページでございますが、各府省で持っている施策のうち、連携中枢都市圏の推進に向けた支援策として使えるものをリストアップをしまして、それがどういう観点から役に立つのかですとか、あるいはどういう点がリンクして活用できるのかといったことを、この施策の支援策の一覧にまとめたところでございます。こうした形で、国の各省を巻き込みながら、その上で全国波及を図ると、このようなことを現在進めているところでございます。ざっと以上でございますけれども、以上の説明でにじみ出ていると思いますけれども、この事業の主目的といたしましては、私どもは国としての政策形成のために、各団体の先行事例からエッセンスを抽出すると、そのクリームの部分を、上積みをすくい取って政策形成につなげるということを考えてございます。で、もちろん各県域での拠点形成も後押しをするということも大事なことでございますけれども、これらはいずれ自転する、自らこう転がっていく、展開していくと、
ことこそ望ましいと思っておりまして、まさにその端緒としてスピルオーバーとしてすでに2団体が自伝的に権益形成をしているというところも出ておるところでございます。私どもとしましては今後ともそろそろおまとめください。はい、すみません。じゃああと30秒ほどで、これを引き続き進めまして、でその意味で、連携中枢都市圏についてはおおむね目処がつきました。しかしながら三大都市圏でありますとか、あるいは条件不利地域による都道府県による補完、ここの部分がまだエッセンスがたまっておりませんので、次はこうした点にシフト、重点をシフトしていく必要があるのではないかというふうに考えておるというところでございます。時間を少し超過しましたが、以上でございます。はい、それでは議論すべき論点について説明をお願いいたします。はい、論点シートの3ページをご覧ください。2点挙げております。本事業は人口減少社会において連携中枢都市圏等の取り組みが必要との認識のもと、国が先進事例を構築するため権益形成を行う地方公共団体に対する調査委託事業であるが、本事業で構築した権益の成果はどのように活用されているのか。2点目、全国に普及させる先行モデルとして効果的に活用させるためにどのように取り組むべきか。以上です。それではご議論お願いしたいと思います。それでは先生方からご質問コメントございましたらお願いをいたします。有川先生お願いいたします。はい、今事業の目的の話をありましたけど、レビューシートの1ページで本事業の事業終了予定は今のところなしという記述で、今論点の話がありましたけれども、本件がその調査委託事業であるということで、具体的にモデル事業という言葉は出てませんけれども、おそらくこの調査を委託した事業をモデルとして全国展開するんだろうと思いますので、この事業のそのロードマップというんですかね、どこまで調査を委託してそれを最終的にはこう全国にこう展開していくのか、そのところをもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。期限の定めがないと未来永劫やるという趣旨ではございませんで、明示的な期限がないということでございます。でこれまで中期の指標も設けておりませんでしたけれども、2ページにありますように昨年度以降の経済財政諮問会議等での議論も踏まえまして、32年度に30県域を設定をすると、こういうことを KPI として掲げております。でこれが一つの目標になるだろうと思っております。でそれから逆算いたしますと、拠点形成に要する年度が32年度で形成されるとすれば、その前年あるいは前々年度までには目処がついているべきだろうと思いますので、今年28年度だとすれば向こう2年程度同種の事業を進めていく必要があるだろうと思っております。合わせて一番最後にお話した点でございますが、その際には連携中枢都市圏のみならず、この事業の対象としています他の分野、すなわち大都市圏域、それはあるいは条件不利地域に対象をシフトしながら向こう2年間程度行っていくことが妥当ではないかと、このように考えておるところでございます。もう1点だけ、この事業については全体をスタートさせるためのキックの役割を果たすということなんでしょうけれども、究極的にはこういった権益を形成していくと、全国的に候補地をこう形成していくということだろうとは思うんですが、調査委託事業、本件の調査委託事業に限ってこう目的と効果について考えると、やはりその権益を全国的に作っていくためにいろんなこう、各地でこう取り組んでもらって、その取り組んでいく過程でどういった課題が出てきたり、あるいは非常に何ちか難しいところにぶつかったりして、必ずしも十分乗り切れなかった、そこの部分についてはどういった問題があったかとか、つまり形成するところが目的、権益を形成するのは目的ではなくて、それへ向かってのどういった努力をして何が障害になったかという、そういったところが非常に重要で、失敗事例も失敗事例としてきっとおそらくフィードバックさせると非常に貴重な調査委託結果になるんだろうと思うんですが、その辺のところをどういうふうにこう全国にこう展開するための資料として考えておられるでしょうか。
まさにご指摘の通りであろうと思います。一つ の, 私どもの先例となっています、ね、市町村合併の進め方がそうしたスタイルを取ったわけでございまして、まず地域で分析をしてもらう、でそこで議論をしていく、でその時にぶち当たる壁、それは団体の名前であったり庁舎の位置であったりと、こういったことが多くの地域で共通項として出てきた。でそれに対して国として考え方といいますか、マニュアルといいますか、団体の名称だとか、あるいはその新しい役場の位置は最後に決めるのがいいんだと、こんなような知恵をですね、全国に共有して進めてきたと、こんなようなことがここ10年ほど前にございました。で今回の広域圏の形成も同じような点があろうかと思います。総論賛成、各論反対の典型でございますので、各論に入って地域の分析をしたときに、どうした点がしばしば多くの地域で共通して、支障になるのかといったことをすくい上げて、それらを今後の私どもの制度要項なり、あるいはその指導助言の材料として使っていくと、こういった政策のプロセスに、が重要だろうと思ってますし、そうした取り組みを私どもとしては国として進めていきたいと考えているところでございます。ではすみません、最後と言っておきながら、この生活指標を飛ばすのところは権益を形成されたというところよりもうちょっときめ細かな、つまりこの調査委託によって得られたいろんなこう教訓とか、そういったものが生活指標にもうちょっときめ細かに定める必要があるんではないかなという気がするんですが、どうでしょうか。確かに現在の生活指標が取り組みが確認された案件数とこういうことになってございますので、ややバクとしたところはあると思います。もう少し噛み砕いて書いてもいいのかなと思います。でその点、有川委員がおっしゃられる通り、権益数が目的ではなくて、そこから得られるエッセンスですとか、あるいは教訓ですとか、こういった点がまさに生活指標なんだということがより分かるような書き方、表記の仕方というのは少し検討してみたいと思います。楠木先生、お願いいたします。先ほど の, ご議論に関連するんですけども、やはりこれ調査委託事業ですよね。で委託しているので何らかの形で調査の結果が戻ってくるわけですよね。でそのアウトプットを何として見るのかっていうのは、結果が戻ってきましたっていうのはもう戻ってくるのは当たり前なので、それ自体は成果と言い難いと思うんですよね。やはりそこで先ほどおっしゃったエッセンスっていうのをですね、総務省たちどういうふうにまとめて、どういうふうに各自治体に対して、お金の面で関しては、先ほどお金の面でのインセンティブありますよって話なんですけど、情報提供としてどれだけのものを出せるのかっていう、だから結果的には省としての調査結果みたいなものが何らかの形で分かりやすいものが自治体に提供できるかどうかっていうところが、おそらく成果で評価される部分だと思うんですね。ですのでいろいろ聞いた話だと、今その過程にあるっていう話に聞こえるんですね。で目先の成果としては何件何件ありますよって話だし、あるいは連携がこれだけなされましたよって話だと思うんですけども、ただその部分に関してはお金の面のインセンティブがありますから、その因果関係ってどうなのかってよく分かんないんですけども、少なくともこの事業に関してはやはりガイドラインとか何らかの形で、その総務省が情報センターとして何が提供できるのかってところを見てみないと何とも評価のしようがないっていうのは実情かと思いますけど、その辺いかがでしょう。18ページの資料でご説明しました。私どもがこの連携 中枢都市圏を進めるにあたって制度要項を作ったり、あるいは地方財政措置の制度設計する際に、そのための材料として先ほどお話しましたエッセンスが反映されているということでございますけれども、それはその当初にとどまるものでございませんので、27年度あるいは28年度の成果によってそれが書き換えられたり、あるいは追加されたりするところがあればですね、これらの制度要項あるいは知財措置の改善充実といったところに反映させていくというのが一つのルートかと思います。もう一つは今後もここでいうところの 2-2 とか 2-3 のところでございますけれども、私ども全国に対するその説明会ですとか、あるいは個別のヒアリングですとか、ああいった場面でそうしたものを反映していく。でそのためには経験と勘ではなくて、やはりものとしてまとまっていることが大切だろうと思いますので、この調査報告結果から得られたものを私どもとして共有するようにしたいと、こんなふうに考えてございます。一つお願いします。ですね、レビューシートに支出先上位10社リストがあって、10の自治体が載っておりまして、今鈴木先生のお話の中でも
要するに事業こういう事業をやればという報告が最終的に成果物としてきたんだろうというのは分かるんですけども、これ例えば長野の1000万っていうのはですね、具体的な費用としては何に使われたのかなっていうのが、要するにいろんな会議をやる会議費用みたいな捉え方と、もしかしたらそのちょっと分かんないんであれですけども、どっか民間のシンクタンクみたいなところにお願いして報告書を出してもらうというような経費が入っているのか、その辺を砕いてちょっと聞きたいなというのが1点です。それからですね、補足資料説明資料の中で最後の方に連携中枢都市圏構想の推進に向けた各関係省庁による支援策と、これ支援策というのはなかなかちょっと微妙な表現だと思うんですけど、それの後ろについているたくさんあるわけですけど、これ27年度政府予算というのをですね、単純に足し上げていくと2兆2000億くらいのものすごい数字なんですね。ここに挙げられた施策と、この今我々がデビュー所得で見ている1億6000万とか、あるいは1億2800万っていう数字っていうのはどんな関係にあるのかっていうことをちょっと聞きたいなと。これが2点目です。それからもう1点はですね、自治体が自分のところだけでなくて周辺とですね、なんかまあ一般的な言葉として広域的な連携を深めていこうという発想は何もこれに限らず常に持ってたと思うんですね。でそれとの関連性といいますか、ここには関係ないところで進んでいるものもあるのか、先ほど15箇所のうち2箇所はこれに関係なく受託委託事業を受託せずに県域を形成したというのがありましたけれども、その自発的にやるものとこの施策でやるものとの関連ですね。それでなんとなくですね、国がもう地域創生とかものすごい大きなテーマでやっていく中で、その地域的な連携を知るという動きはですね、ある意味では自治体にあって当然ではないかという気がするんですね。それを国が後押ししないとこういう政策が出てこないっていうのは一体なぜなのかっていう気がするんで、このまあ3つか4つですね、ちょっとお答えいただきたいと思うんですけど。すいません、先に1000万程度の金額の内訳になるんですけれども、はい、ご指摘の通りシンクタンク等にですね、基礎的なデータの調査委託ということで、はい、再委託する費用と、あと直接執行経費といたしましては、さまざまな会議体でですね、会議をいたしますので、そういった会議費用ということで、で大体おおむね1000万円ということでございますね。ご指摘いただいた長野に限らず、一般的にそのような形で、経費が使われるというものでございます。口屋さんで申し訳ないけど、そうすると、各自治体、大体調査報告に関するにかける金って、大体同じくらいかなというふうに思っていいかなと。それは例えば、長野でいいですけど、1000万のうち何百万がその調査報告なのか、そうするとそれ以外は会員費なんだなっていう。ご指摘の通りでございまして、一応こちらで限度額を設けておりますので、その範囲内で大体1000万円余くらいでやってる団体が多いです。ただ調査委託、再委託をせずにですね、ただ会議体だけ、設けると、本当にキックオフのところだけやるという団体もございますので、そういったところは非常にもう本当に数百万の前半ですとか、非常に小さい金額の団体もございます。続きまして2点目でございますが、この支援策に掲げている事業の政府予算額とこの政策調査委託事業の関係でございますが、ここのリストに載っておりますのは各府省が持っている施策で、この連携中枢都市圏に活用できるしうるものをリストアップしてもらっている。言ってみれば連携中枢都市圏が一つのプラットフォームとして存在をして、このプラットフォームがあればこの事業は使える、あるいは使いやすいというものをリストアップしていただいているということでございます。でそれを裏から申しますと、ここに例えば厚労省の一番上で58億5800万という数字が出てますが、これがすべてこの連携中枢都市圏に使われるわけではなくて、このうちの内数としてこの連携中枢都市圏のプラットフォームに乗ることによって活用されるものがあるという関係になっているということでございます。したがいまして先ほど
単純に足し合わせて2兆を超える額が全てこの連携中枢都市圏の形成に使われているわけではないと、こういうことでございます。3点目でございますけれども、広域連携でございます。おっしゃる通りのでございまして、広域連携はこれまでも進めてきたところがあります。例えばゴミですとか飼料ですとか、ああいったところを一部事務組合でやるといったのはもうほぼ定型化して全国で行われておりますけれども、今回の連携、中枢都市圏は従来のその殻を破ってですね、進めていこうというメッセージが込められています。殻を破るといいますのは、中心となる都市が周辺の権威物器を牽引するということ、したがって中心にとなる都市があって、そこがいわば自覚と責任を持って周辺を牽引していくと、こういった発想は従来なかったものでございます。従来は均等の責任、均等の役割で連携するということでやっていた。それがある種の限界に至っているだろうということで、この連携中枢都市圏を始めたという経緯がございます。でそのためにあえて他のものは特段の財政措置をせずに平常体として進めておるわけですけれども、ことこれに関しては、期限を限ってでございますけれども、キックスターターの役割も兼ねてこの調査事業も行い、対象となる61のうち、向こう数年で30県域ぐらいまではその県域形成、中心となる都市がその県域を牽引するという県域として成立してほしいと、こういった趣旨で実施しているものでございまして、その意味では広い意味での広域連携施策のワンオブゼムでございますけれども、特に今力が入っている、あるいは重要だと政府として考えているものであると、こういう位置づけになっているものでございます。わかりました。ただその牽引する役割をどっかの自治体がやるということについて、それを推すために、国が補助するということなんでしょうけれども、それもですね、結局国全体として今その地方創生っていう大きなテーマでやっていく中でですね、自治が主としてやろうと思うところが、国からの補助金がなければそれはやらないという姿勢を取るのかなというのはちょっと疑問に思うんですよね。ですからこれは逆に言うと、国の側が補助金をいわば用意したから受け取ってよという話になるのかですね、そこはちょっと微妙な気がしたのが一つです。それから先ほどその2兆2000というお話しましたけれども、その全部が行くのでないにしてもですね、この各政策の中で国から出ていく金の中で、この1億6000万なり1億2800万って非常に小さいんですよね。そうするとそこで使われた会議費的なものとか、そういうのっていうのはこちらの2兆2000で一部流れていく中にはそういうことに使っちゃダメよっていう縛りがあるのかね。なんか言いたいのは、この1億2800万がないと進まないんだっていうのがどうもそうではないんじゃないのっていう感じがするんですけどもね。すみません、外部有識者の先生方におかれましては、ご議論を進めていただきながら、コメントシートへの必要事項の記載をお願いしたいと思います。あとそうですね、7、8分で回収をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ではお願い、回答の方をお願いいたします。私どもとしてもほっといてもですね、広域連携が進むのであればこれほどハッピーなことはないわけですけれども、先ほどもお話ししました典型的なその総論賛成、各論の反対、あるいはやらなきゃいけないと誰もは思っているけれども、旗振り役がいないという問題の典型でございます。で、また市町村合併の例に戻りますけれども、市町村合併も一旦地域に入って、そのファクトをエビデンスを調べて、でそれを住民の方にお見せして議論を始めてと、そういうことがあって初めて動き出したところがございます。で今回の広域連携につきましても、人口が今後どういうふうに減少していくのか、で産業構造がどういうふうに変化してしまったのか、しているのかといったこと、それから高齢者の数がこれだけ増えて、介護の施設がこれだけ不足してと、こういったようなことをファクトを集めて、でそれを住民の方にお見せしながら議論をしていくと、このプロセスを経ないことには前に進まないというのが私どもの基本的な認識で、そのために、一つはこうした事業を活用することによって、首長さんあるいは団体として自覚覚悟を持ってほしいということが一つ、それから自治体でございますので、予算なしに新たな事業は動かないわけでございます。でその意味で、わずか一度委員おっしゃる通り、全体から見ればわずかな額ではございますけれども、しかし呼び水としてそれを使っていただくことで、今お話したようなキックスターターの役割、ファクトを洗い出して住民にお見せして議論をスタートすると、
こうしたところの起爆剤になるのではないかというふうに考えて実施しているということでございます。で、まあ、これまでの実績からしましても、実績といいますのは、都道府県合併、失礼しました、市町村合併の例から見ましても、こうした手法というのは、地域のこうした課題に対応するためには、有効な手法であろうという認識が前提にあるものでございます。では、赤井先生、お願いいたします。はい。そうですね、今後将来を考えていくとですね、人口も減ってまいりますから、広域連携すごく重要だと思いますし、自分の市町村だけではなくて他との連携っていうものには外部性を内部化していく意味もありますから、こういうふうに政府が後押ししていくのは、まあ、重要だとは思っております。で、ちょっとして整理なんですけれども、まず6ページのところに、形成の動きっていうのがありますよね。で、これは25ページにある13団体が作りましたって、この25ページにあるんですけれども、その13団体に対応しているのがこの、6ページの15団体のうちの受託団体って書いてある丸っていう対応ですよね。で、その後に続いているのがそれぞれ、まあ、連携したところの、まあ、取り組みっていうのが整理されているという理解と、あと25ページより、あとは25ページじゃないか、何ページより後かな、個別の論点のところにあるのは、まあ、まだできてないかもしれないけれども、その実績の報告書という理解ですよね。で、まあ、ここを見てて、まあ、その書いてあることはもっともらしいですし、まあ、まず会議などしてみて集まってもらって議論というのは重要だということも分かるんですけれども、やはりまあ税金を使っているということもありますので、費用対効果というところは見ていかないといけないということで、まあ、現段階ではモデル事業ということでなかなか難しいのかもしれませんけれども、これまでこう市町村合併とかですね、いろいろな協議をやってうまくいった例、いってない例もありますから、まあ、そういうところをもっと生かしていくと、どういうような形でこういうお金を配ればいいのかっていうのがもう少し見えてくると思いますし、まあ、現在もそこは考えられていらっしゃると思うんですけれども、質問としては、例えば、取り組みの結果としては7ページ8ページ9ページにあるんですけども、全部文章で書かれていてですね、もう少しこう数値的な指標でですね、これ何効果があったよとか、まあ、なかなか難しいと思いますけれども、今後のその将来を見据えた上で、この連携することで、費用がこれだけ節約できるようになったとか、もうちょっとそういうところがあればもっと説得的になるのじゃないかなというふうに思います。それとその後のもう一つの26ページ7ページのところは、特に27ページですかね、ここで得られた知識を全国に展開していくということで、まあ、この展開していった結果がさらに価値あれば、初めに投入した事業の価値もあると思うんですけど、この、まあ、27ページもまだ会議をしましたっていうことですので、まあ、これをもっと深めてもらって、まあ、この会でどこまでこう広がりを持ったのかとかですね、まあ、もう少し数値的なところを強化してもらう方が、説明責任になるのかなというふうに思います。で、最後に、まあ、連携事業として、この連携中枢都市圏構想の、まあ、支援策にというのがたくさん書かれてるんですけれども、まあ、一定の配慮をしたというだけで、まあ、それがメインだったかどうかっていうところもありますので、まあ、確かにそこがあったからこういううまく連携できてるっていうことにもなると思いますけど、まあ、これに関しても もう少し、どういうふうな影響を与えたのか、一定の配慮という場合にも、どれだけ価値があったのかっていうのを見えるようにしていただいた方がいいかなと思います。この意見です。特にコメントよろしいでしょうか。はい、今後じゃご配慮いただければということで、山田先生お願いいたします。ですね、そのシンクタンクがそれぞれ自治体のバックについて、実際の検討をサポートして調査報告書を書いたというわけですけど例えば広域連携に関することを得意とするシンクタンクが、この10いくつとか20ぐらいのやつの全部同じ会社が後ろにくっついて、金太郎飴のような報告書を書いたりはしていないっていうのは確認されてますよね、もちろん。っていうのが1点目です。それはすごいつまらない質問。もっと重要なのは、そうやって相談したときに、このいっぱいある国のすでにある支援策に乗れるものと全くない新しいアイデアと2種類出てくると思うんですね。
で僕はその新しいアイディアこそ重要で、あ、今まで政府が気づいてなかったけど地域にはこういう新しいものがあるんだったら、それをですね全国に伝えたり、それにもをもとにして新しい補助事業を起こすとか、そういうことをすべきだと思うんですけど、そういう意味で新しい事業は新しいこの支援策に今までの枠に入らないものは例えばでもいいし、数があればそれでもいいんですけど、どういうものがあったのかということの2点をお話しください。あの1点目でございますけれども、再委託先の方も我々の方で承知をしてございまして、いわゆるその東京の大手ということではなくてですね、各団体の地盤 のシンクタンクであったりだとか、もう本当さまざまでございます。2点目は残念ながらちょっと今手元には具体の事例がございませんけれども、ご指摘その通りだと思いますね。すでにあるものは使えばいいわけでございまして、制度改正なり運用改善を要するものが上がってきて、でそれを取り継いで、私どもが各省と取り継いで、でそれを各省で制度改善していただく、運用改善していただくというのがまさに総務省の役割であろうと思っておりますので、そのつもりで今後も対応してさせていただきたいと思っております。では石戸先生お願いします。資料の28ページに各府省との連携体制というのがありまして、ずいぶんたくさんの厚生団体からなる連絡調整会議があると置かれているということは、これ意味のあることだと思うんですけれども、本当は地域再生とか言われていて、その膨大な施策がもういわば無数にこう走っててですね、どこがその交通整理してるんだろうと思う感じもあるんですね。でこれは広域連携に絞った形の連絡調整会議なんでしょうけど、これは最終的にどういうふうに意思決定をしていくんですか。実態で申しますと、決定というよりもまさに連絡調整になっていまして、やや内輪の話しますと、各府省もその自分たちが持っている施策についていわば横からあれこれ条件付けされることを基本的には好まないわけですね。だけれどもこうした会議を作ることによって、でこの連携中枢都市圏という施策の意義ですとか、プラットフォームとしてのその堅強性といいますかね、その将来にわたって継続する仕組みなんだということを理解していただくことで、各省も連携に乗ってきやすい機運を醸成すると、こうしたことに主目的を置いているものでございます。したがって最終的にはその個々の施策の例えば補助金でありますとかの採択といったことは各府省の権限と責任において行っている。でその前段階の整理をするというのがこの連絡調整会議の役割であると、こういうことでございます。要するに我々心配するのは、同じような施策が重複してあちこちで行われてないかとかですね、それは大いにあり得るのは、こちらでもって言えば断られた施策がこっちでは予算がついたりする可能性があるんで、そういうことのチェックが必要だと思うんですよね。ですからここで連絡調整会議っていう中でですね、そういう機能をきちっと果たしていただかないと、その連絡と調整でお互いにこう傷つかないにしようっていうのは意味がないと思いますし、そういう会議であってほしいなというふうに思います。それで普通ですね、これ似てるじゃないかっていう指摘をするとですね、各省庁がいわばその施策をやる根拠が違うんですっていうのをよくおっしゃるんですね。それは確かに法律なんかがバックにあってですね、例えばの話、総務省でやってる施策は何々法に基づいてるんですと、それで文科省がやってるのは何々法に基づいて、これはだから別物なっていうんですけど、やってること自体は一緒っていう、一緒って言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、非常に似てるのがあるんですね。ですからそういうすり合わせをする場としてですね、連絡調整会議が機能するようにぜひ運用していってもらいたいなと思うんですよね。心に留めて運用させていただきたいと思います。一言でございますが、各省は基本的に縦割りですけれども、地域に降りてくれば地方自治体が都道府県が市町村が一元的に総合的にやると、これが我が国の行政システムの良いところだと思います。その結節点に総務省が立っているという認識がございますので、そこをよく調整をさせていただければと思っております。ある意味では自治体はですね、国の全省庁を相手にしていわばやるという中でですね、さっきちょっと申し上げたように、こっちに申請したけどダメだったと、でもこっちに似た事業があるからこっちにって、あこっちついたって、そういうことが
あるのがいいのかどうかっていうことを言いたいんですよね。はい、他ご質問等ございましたらお願いをいたします。ちょっと一旦マイク切ってください。はい、山田先生お願いいたします。先ほどの新しいアイデアの件ですが、ここで拝見をすると播磨圏域のところから始まっていくつかありますけれども、例えば僕が気になったのは、例えば播磨の場合には青年後継支援センターの運営事業とか、ビンゴの場合だと子ども発達支援センターの共同運営とかですね、確かにそれは必要なんだけど、その市町村の中では、そういう対象となる人が非常に少なくて、単独ではセンターを持てない、だから共同でやりましょうって極めて合理的な内容だと思うんですけども、後ろの方の厚生労働省のところを見てもどうも、支援策にはあまり入ってないみたいなんで、例えばなんですけど、そういうのを見つけて、でも今みたいな意味では絶対に必要があると思うので、ぜひそういうのを推進するようなですね、総務省がリーダーになっていただければと思うので、こういう会議も利用して、指導委員もおっしゃったような話ですけど、進めていただきたいなと思います。ちょっと具体的にお話ししました。今のところですけど、具体的にどう個数値でどのぐらいの効果額が出ているのかっていうのは全く検証されてる事例みたいなのはないんでしょうか。今の段階ではまだございませんが、先ほどお話ありました税金を使ってやっている以上ですね、いずれかの段階で把握はしなきゃいかんと思いますので、どんな形で把握ができるのかちょっと研究してみたいと思います。市町村合併でもようやくこういろいろな分析が出てきたので、時間はかかるとは思うんですけど、まあ、できる範囲からスタートされていった方がより今後の在り方が見えてくると思います。はい、いろんな角度からのコメントをいただいておりますけれども、他に特にご指摘いただく分ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、取りまとめ役の北尾先生から外部有識者の先生方の、コメントシートが代表的なものをご紹介いただいた後、票数の分布、評価結果案および取りまとめコメント案をご説明をよろしくお願いいたします。ではまず代表的なコメントからご紹介します。外部性を内部化していくためにも広域連携を促していく施策は必要。現在はモデル事業作りの段階とも考えられるが、これまでの合併の協議など分析事例も豊富であり、その分析を今回の委託事業に生かしていくべき。成果として都市圏が形成されているが、効果に関して費用削減額などを客観的な数値で示すべき。国の大きな施策として地方創生という中で、自治体が周辺自治体と連携することは当然考えるべきでことであり、国が補助金を支出しないと進まないというのであれば、国の施策が自治体に周知されていないことを示すもののように 見受けられると。施策の効果を権益の形成のみでなくフォローする仕組みが必要である。本件委託調査の、この委託調査事業の結果を総務省が受けて、省としてどのような情報提供を、行うのかと、それを自治体、連携未実施の自治体に、連携を促すのかということについて検討すべきであると、それがこの事業の成果、というものである。事業成果を失敗例を含めて普及する努力を、強めるべきであると、新たな自発的なアイデアが出たらそれを大切にすべきであるというようなご意見をいただいております。基本的に成果を十分把握して生かしていくということがまだできていないのではないかというご指摘が共通点かなというふうに思います。で、評価ですが、事業全体の抜本的な改善を2名の委員、
それから事業内容の一部改善を4名の方がご指摘でございますので、この事業内容の一部改善ということでこの評価結果としたいと思います。コメントですが、この事業の成果は権益の形成ではなく、その後の、広域連携の促進であると、そのため成果を十分把握し今後の広域連携推進に生かせるようにすべきであると、これまでの合併など、多くの情報を活用し失敗事例も含めて各自治体が活かせるように活用すべき活用できるようにすべきであるというようなコメントにしようかと思いますが、ありがとうございました。それではそういう形でまとめていただきました。それではこれで本日予定すべての案件につきまして議論を終了させていただきます。長時間にわたりありがとうございました。本日の評価結果、それから取りまとめコメントにつきましては、レビューシートの所定の欄に記入をするとともに、総務省の平成29年度予算概算要求に向けて十分尊重させていただきたいと考えております。また評価結果および議事につきましては、準備ができ次第総務省のホームページに掲載し、公開性、透明性を十分確保した上で、行政事業レビューに係る取り組みを進めてまいりたいと考えております。引き続きのご支援をよろしくお願いを申し上げます。本日は大変ありがとうございました。